久保さん今回川にしましょうか川川の流れのようにみたいなね川の流れのようにっていうまあ川の流れを見るとまあ分かると思うんですけど、まあ、鮭はね川をねこう登っていくと思うんですよね確かでも大変ですよね一番シンプルなのってまあ山に雨が降りますその雨水が滴って この降りてきて水になり川になり海に行くと、まあ、何が言いたいのかっていうとあの川の流れのようにんその時代が変わるわけですからその時代の流れに乗った方がいいんじゃないかなと <laughs> 久保さんが時代の流れに乗ってなかったらねそんなインターネットなんて怪しいみたいなそんななんだ最近の若者はみたいなね マージャン店頑固なおやじ。<laughs> 終わりですね <laughs>。最近の若者はネットなんかうなんだ、みたいなね、うん。まあ僕もね、いろんな人はやっぱ、まあ、久保さんもね、こ,これからまあ FX を教えるみたいなんですけど、まあ多分まあ単純に素直な人が、あのー、成功しやすいなって思いますね。うん。まあ素直じゃない人はやっぱね、成功しづらいですよ。だってなん,なんでかっていうと、教わってるのに、 いや、そうじゃないっていうね。<laughs> じゃあ、教わらなくてもいいじゃん、みたいな <laughs>。教わってるんだったら、素直に、とりあえず、とりあえずやってみる。やりきってみる。うん。久保さんもなんか言ってましたけど、とりあえず、言ったことやってみて、ダメだったら、なんか、文句、文句言って、文句言きに行ってやろう、みたいなね。でも、とりあえず、やるだけやってみる、みたいなね <laughs>。で、やるだけやってみたら、なんか、3年で異常みたいなね <laughs>。そう。まあね、僕もいろいろ教えてきて思うのが、 うん素直じゃない人は本当に多いなと。素直じゃないというか、なですかね、自分のやっぱ今までの考え方でやっぱその物差しをするので、もちろんその、こっちもね、投げ方はいろいろ、いろんな投げ方するんですよ。でもいろんな投げ方したとしても、いろんな言い回し、伝え方をしたとしても、全部跳ねのけられたら無理ですよ。もはや、もはやね、なんかいろんな投球するじゃないですか。ね、バッターボックスにも立たないみたいなね。<laughs> もはや <laughs>、やらなくなるみたいな,な。 やらな,くなやらなくなってる人に対していくら言ってもね、聞いてないし見てないし、無理だし。でもやっぱね、成功したいとかな何か習得したいんだったら、教わるんだったら素直にあのやるべきだなと思いますね。うんだからもし,し、鮭、鮭みたいに逆らいたいんだったら一人で逆らってやってくださいって話じゃないですか <laughs>。一人で逆らってやればいいし。 教わるんだったら素直に顔の流れのように素直にこうスーッて聞き入れてとりあえずやってみるっていうのがいいんじゃないかなと。で、素直に聞けないんだったら自分で一人で成功してくださいと。FX 一人で勉強して一人で成功してくださいと。勝てるようになってくださいという話ですよね。うん。なんかね、結構ね、矛盾をいつも感じる部分がありますよね。うーん、なんか。うーん。 なんか成功したい稼ぎたいっつってねあのでもまあやらなくなるわけじゃないですか <laughs> まあここにも何か何なんだろうっていう矛盾はありますけど、うん、まあでもまあその矛盾をね埋めるのが僕の仕事でもあるので、まあ、これからねとりあえずいろんな投球方法を学んでね学ぶというかまあ、うん、投げ続けようかなと思いますねうん 投げ続けばいいい,いつかか当たんじゃないかなっていうでも当た,当たることを期待してないですけどね。うん、そうまあな,なんでかっていうとその発信するのが僕の仕事なんで、うん、なんか給料が上がることを期待していなくても出社はするじゃないですか。 普通のサラリーマンの人ってあ、今月の給料上がるかなって期待して毎回出社してるかっていうと、多分出社してないと思うんですよ。給料が上がらないことをあ、ボーナスもらえないかもしれないっていう思いつつも出社をするじゃないですか。だから僕は期待もせず何もせずとにかく投げ続けるってことですね。まあそれが仕事なんで。僕はもう仕事ですから、なんかまあでも多くの人はやっぱ仕事として捉えてないでしょうね。う やっぱ副業というかなんかちょっとやってちょっと稼げればいいかなみたいななんかね仕事として捉えるといいと思うんですよねだって仕事と捉えた場合何でもやるじゃないですか、うん、よく言うんですけど仕事と捉えた時にねいや「上司その仕事を僕嫌いなんで他の仕事を回してくれますか?」とか「いやその仕事僕に合わないんで他の仕事は回してくれますか?」ってずっと言ってたらクビじゃないですか 合う合わない関係ないし嫌いとか好きとか関係なくて仕事だからやるっていうのが当たり前じゃないですかだけどなんか一人で稼ぐってなった時になんかその当たり前がなんかなくなっちゃうんですよねうーんか稼ぎたいんだったら FX をね FX やるんだったら FX で飯食っていくぞって決めてまあ素直にこうやってこう頑張ればいいんじゃないかなと思いますけどねうん